ところがアメリカはですね、そんな小さな部隊の暗号まで解く必要はなかったわけですね。上のことが分かればいいのに、はい、上のあの、ね、全部解かれたわけです、うん、まあ今でも有名だけど山本五十六元帥はね、はい、あの前線を視察してる時に相手はちゃんと待ってたんですね、暗号解いて、はい、あこの辺に来るって、それで落とされちゃったと。なるほど。まあそういうように、ね、上の方は全部解かれてたらしいんですね、はい、じゃあ戦後の自衛隊は絶対他国に解かれない暗号を持ってますか？持ってますよ、はい、今はね暗号はもう全然違うわけ、機械暗号、はい、だから2つの同じ機械を持っててですね、それで文章を送るとですね、同じ機械を作らなければ解けないわけですね、はい、だからもう今は大丈夫ですね、 100% 大丈夫だと思ってますがね、はい、はい、そうですか、分かりました。 しかし、はい、実際アメリカはね、なんか別の方法で特報を持ってると思いますね。はい、ね、何しろ数百人の暗号解読部隊っていうのをアメリカ持ってますからね、分かりません、こっちは絶対解かれてないと思ってるけど、本当は解かれてるかもしれない。まあどこのあれも狐と狸の証しですもんね、でアメリカだとイギリスの、陸軍大学校も留学されて、どうでしたか？イギリスで一番印象が深かったのは、私よりもですね、36年昔の留学していた人がですね、はい、そこに書いてるとかと思いますが、はい、本間雅治、あ、はい、本間さんのなんか近くにいた方ですよね、それがね36年前に日本軍の最後の留学生としてですね、そこで卒業したわけですよ、それがね、学校にこういう銅板がずっと高堂の横に貼ってあるんですかね、第何年にこういう人が卒業したって名簿全部が出てるわけです、それにね本間雅治って出てたわけですよ、はい、それはねバットマンって言って当番兵、はい、その人の身の回りの世話をするのが一人で 4,5 人を担当してるわけですね、そのバットマンをやってたもう年配ですね、もうおじいさんがやってきてですね、私はその本間雅治のバットマンでしたって、その人はですねもう60を超えて70を超えてるんじゃないかと思いますがね、はい、また同じバットマンしてるわけですよ、身の回りバットマン何をやるかっていうと、朝起きたらまず紅茶をね、はい、持ってくるんです、では本人の希望で砂糖をどれだけ入れるとかミルクをどれだけ入れるとちゃんと聞いててですね、時間が来たら持ってくって起こすわけですよ、そうすると起きて、ね、まず紅茶をいっぱい飲んでそれから行動に移るわけですね、あと洗濯とか部屋の掃除とかみんなやってくれるわけですよ、パットマンがですね、それをですね36年昔の人のバットマンはその当時は若かったと思いますがね、今年を取ってもやっぱり同じ仕事をしてる、はい、まあイギリスっていうのはこんな国かなということを感じただけですね、本間さんと言いますとフィリピンで戦犯として、ね、処刑されてしまったんですけれども、実際に本間さんに仕えていたそのイギリス人の男性は本間さんのことをどのようにおっしゃってたんですか？それもちょっと書いておいたと思いますがね、とにかくイギリスでは除名運動をやりました、はい、本間さんを助けるのにですね、しかし裁判で死刑の判決を下したのはフィリピンですから、アメリカじゃないんですね、フィリピンで山下法文なんかと一緒に処刑されるんですがね、本当に惜しい人です、
なんか立派な人となりだったっていうことをね、ご著書の中で、だから私はその、36年後に同じ道を進んだんだということで、それが一つの自慢になってるわけですよ。本間さんの後を行く、まあ、でもそれもご縁ですよね、本当に。そうですね、私にはそういう不思議な縁の人がたくさんいてですね、辰巳栄一って言って吉田さんのブレーン、再軍備のブレーンをやった人、その辰巳さんとは非常に親しいとか、もちろん大先輩ですからね、親しいっていうとまあ語弊があるけど、もう非常にまあ可愛がってもらったっていうか、辰巳栄一さんですね、こんな立派な人にも知ってると、いろいろな、ところでいろんな縁がありますね。